1年生が芸をしなきゃいけないってなって、うん、マジックやったら、うん、坂倉さんぶち切れて、あおがめっちゃこの人怖いと思って。水下くせのオフサイドギリギリ、今回のゲストは大村のりおさんです。よろしくお願いします。待ってない、お願いします。わざわざすみません。いえいえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。いやいや、もう大村さんと差しで飲めるなんてなかなか、ね、初めてじゃない。初めてですね。初めてじゃない、はい、でも大体ゲストをほとんどよく知ってる人間でも2人飲むってなかなかなかったりするんで。あ、本当。はい、ちょっといろいろと今日はお話しさせていただきます。はい、ぜひ。お酒は結構飲まれます？現役やめてるからね。あ、やめてから。現役の時はそんなに飲まない。まあ、そんなに、まあ、飲まないことはないけど。はいはい。あ、真面目だ。あ、真面目だよ。真面目ですね。顔から見る。まあまあ、でも真面目ですよね。もう、ディフェンダーは真面目ですよ。飲まなくはないけど、はい、まあ、節制はしてました。うん、そうですよね。ではまあ、ちょっと大野さんにはいろいろ、まあ、サッカーの今までの人生聞きたいと思うんですけど。出身はでもあるですよね。島根とかあっちですよね。出身は島根。島根ですよね、うん。島根出身のサッカー選手っています？出身は、いない。いない。いなくはないけど。だから高校だけ。うん、あなたも知ってる。ポカン。ああ、そうかそうか。立正大湘南。そう、今のね。うん、昔は松江日大。松江日大。はいはいはい。何のサッカーやってますか？なんだろうさ、俺野球少年だったんでね。やっぱそうですよね。だけど、まあ、なんかサッカーも楽しそうだから、まあ、サッカーもやってたんで、両方やってた。はいはいはい。もう僕もそうです。両方やってました。野球はどこやったんですか？ポジション？はい。ポジションね、ピッチャーやりたくて、やっぱ目立ちたいところやりたいから、はいはい、ピッチャーやりたかったんだけど、なんか監督さんにピッチャーダメだって言われて、なんかサードかライトとか。バッティングの方は？バッティングあんまりよくやらない。なるほどね。プロ野球選手になりたかった。ああ、やっぱり。どこでサッカーになったんですか？まあ、中学校の時に、うん、まあ、やっぱ部活動、まあ、昔は部活動1個しかしなきゃいけないっていうのがあって、はいはいはい、もう、じゃあどっちか決めなきゃいけなかった。うん、それでもう、なんか体験入部みたいなのがあって、うん、で行った時に、サッカー部はもうワイ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 、みんなでこうボール持って、うん、ワイワイ、楽しそうにやってた。でも野球は、なんかもう1年生声出ししかしてなくて、はい、それじゃつまんないじゃん、うんうん、だからじゃあサッカーやろうと思って、うん、なんか楽しい方がいいなと思ってサッカーやろうと思って、ね、まあ、まあでもそんなもんですよ ね、 そうだね。僕も中学校に、ね、野球部がなかったからサッカーやったみたいな。あ、なんか中学、はい、中学サッカーやろうっていう感じでしたけどね、まあ、きっかけというかね、みんなそんな感じですよね、まあ、昔は。そうだね、なんかね、中学校は地元 の中学校じゃないですか、うん、強かったですか？あんまり強くない。ポジションは？フォワード。ポジションは小学校の時にはフォワードやってて、はい、そうですよね。で中学校の時にはそんなにこう身体能力もそこまで強くなくて、うん、中盤やってた。おお、中盤サイドハーフみたいな。へえ、かな、うん、まだあれですもんね、リベロ、あのストッパーダブル M じゃないよなんかあの昔のウイングがあるいやいや、そんじゃなくて。本当ですか？僕ら中盤、センターフォワード、ウイング焼いて、中盤が前、真ん中、後ろで3人立てて並んでるの？3人並んでました。で、サイドバックがいて、ストッパー、リベロ。そう、リベロはいた、うん、なんかリベロはスイーパーですね。そう、スイーパーみたいなね、うん、ここどうでしたっけ？あの、島根県の松江南高校って県立高校。強いですか？あ、強かった強かった。なんかね、先輩が上ね、かなり上ね、うん、歴史的に言うと全国3位になったことある。へえ、すごいじゃないですか。そう、あるんです。どれぐらい先輩ですか？いや、もう10個ぐらい上かな。でもまあまあ、うん、そんなもんなんだ。その歴史をたどると、うん、全国3位になったことある学校で、2つ上ぐらいまではもうめちゃめちゃ強かった。あ、もう常連校ですか？だけど、出れなかった選手権とかは。あの進学校で。なるほどなるほど。夏でみんな辞めちゃうもんね。はい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 。まあ、サッカーやってる学校の人たちからしたら考えられないけど、うんうん、インターハイが終わったらもうそこでもう受験勉強って言って、まあ、主力の人たちがみんな辞めちゃって、うん、要は選手権っていうよりは我々はもうインターハイが全てみたいなところがあったので、うん、なるほど。
大学行ってるじゃないですか、うん、大学そっか順大だからそんなにすごい田舎だから千葉のね成田空港が近いですね、はい、そうですよね。で受験は、うん、津田沼っていうところの千葉のね、はいはいはい、すごい栄えてるところ。いやそうですね、津田沼は栄えてますね。栄えてる、はい、東京から比べたらあれですけど、はい、栄えてるんでね。でそこに試験に行ったの。あ、そうなんですか。前のキャンパスが津田沼にあって、うーん、でそこに試験に行ったのね、うん、だから、あ、受かったらこの町に住むんだって思ってたのね、うん、島根から出てきたらさ、はい、電車もシートがいっぱいだし、はい、お人なんかすごい。あれですよね、松江は、うん、あの県庁所在地だから、いやいや、うん、島根の中では一番栄えてる。いや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 、そんなこと、まあ栄えてはいるけど、要は線路も単線だし、はいはい、要は1時間に何本、2本とか3本とか。松江でも、松江でもまあそう、あ、そう、各駅でもね少ないし、うん、特急がまあたまに通るぐらいで、うん、本当に全然違う世界に、はいはい、来た感じだったね、試験受けに来た時は。だから受かったらすごいなんかこう、なんかもう、こう膨らんじゃって受かったら、はい、なんだけど、受かって、じゃキャンパスがもう移転しましたって、俺第一期生なんですよ。あ、そうなんだ。受かった。へぇ。で、行ってみたら、自分の松江より、もっと田舎なところに、はい、関東に出てきたにもかかわらず、はい、もっと田舎なところに入ってきて。寮生活。しかも寮生活で、で、山を切り取ったところのなんか、ところにキャンパス作って、ちょっとこう騙された感じ、騙された感じで、それはないけど、まああのショックだったっていうか。当時の順大は誰ですか。上、うん、例えば3つ4つの先輩っていうと、ね、こ1年の時に4年生がのキャプテンが石井さん、あの鹿島の監督やられてた。おお、石井さん。石井さん、はいはい、石井さん順大なんですか。そう、初めて知った。で、まあキャプテンで、はい、で石井さんっていうのはもう全然無名な人で、そこからキャプテンになったっていう。あ、あれだ、坂倉さん。あ、そうそう、それは1個下、1個下、その人、その1個下が、小野さん1年の時の3年だ。3年生一番めんどくさいパターン。めんどくさくない、めんどくさいでしょ。全然めんどくさい。いや、あの人めんどくさいでしょ。全然。いやいや、坂倉さん知ってんの。仙台で一緒やってます。あー、そうかそうか、一緒に移籍してますね。あ、めっちゃ怖いよね。いやいや、全然僕は大丈夫でした。あの、なんか歓迎会で、はいはいはい、あの部活のね、はい、で、なんか1年生が芸をしなきゃいけないってなって、うん、マジックやったら、うん、坂倉さんぶち切れて、あおがめっちゃこの人怖いと思って。でもその代っていうのはすごい人ばっかりいて。そうですよね。あの、まあ、ちょっと亡くなられちゃったんだけど、真田さん、清水キーパーの、はいはい、あと、まあ、キャプテンだったら杉本さんとか結構いっぱい人がいて。え、同期は誰なんですか。同期は平岡と、それこそ清水商業出身の平岡と、古賀拓磨って、あの清水東高校、はいはい、と、あと田中慎、田中慎さん、はい、広島工業高校かな、はい、あと帝京の森山。あ、森山さん柔軟でしたっけ。そう。あ、そうかそうか。だからそういう 人たちが、まあ、はいはい、多分推薦で選手権で、そう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 、そうそう、なりもろいで入ってる人たちが、だから俺なんかもう普通に全然関係ない。一般入試で、一般入試で普通に、まあ一般だけどちょっと勉強もできてスポーツもちょっと頑張ってるっていう枠の、まあなんかそういう試験があって、それで受けて、まあ、一応3年生の時にインターハイが出た。はい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 。2回戦まで行って、まあなんかちょっとはこうスポーツも頑張ってる。まあその全国的に見たら、その強い学校から見たら全然大したことない。点数がもらえるわけですね。いや、ある意味ね。まあその一応進学校だから勉強もね、はい、うん、まあ、そこそこできるしみたいな。そうでしょう。いやいやいや、坂倉さんより偏差値倍ぐらいあるでしょ。いやそれ坂倉さんもバカにしてないと。俺坂倉さん見てたら俺もうやばいよ。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。Come on!